ちは、土方隼人です。今日はラウンド1横浜駅西口店さんに遊びに来ています。何をするかというと ABM ビリヤードを初体験しに来ました。この ABM ビリヤードすごくないですか。ビリヤード台の上にいろんなエフェクトを表示してできるビリヤード、これから体験していきます。ちょっと ABM の簡単な紹介をしていきます。では早速 ABM の3つのモードを紹介していきます。まずエンターテインメントモード、そしてビリヤードゲームモード、そしてプロトレーニングモードの3つのモードが ABM にあります。今日はそのエンターテインメントモードとビリヤードゲームモードをこれから遊んでみます。プロトレーニングをやりたいんですけど、ちょっと長くなりそうなので、またそれは別の機会にやっていきます。では早速 ABM のスピードプールスタートしていきます。ちょっとね、まだなかなかやったことないんで、一回やってみて、あ、秒数があるな。これフレグしてすごいですね。これでとりあえずね、全部落とせばいいというものだけは分かるんですけど、とりあえず早く落とすか。何回かやって点数を目指そうかなと。アヒルがいっぱいいるな。アヒルに当てればいいのかな。10点が当たってますよね。ちょっとね、全く分かんない。とりあえずボールを早めに落とすことを意識してやっていきます。早くない？結構いいんじゃないですか。ひよこのことはもう全然無視してます。やばい、これやばい最悪やばい。え、ミスしても別に特に何も罰則とかあるわけじゃないと思うんで、どうすれば点数が上がるのか、とりあえずやってみないと。ノーミスだな。で、秒数が終わるか全部落とすかで終了みたいです。16秒、ああやべ、12秒。これ全部落とすの難しくない？落ちるかな。4、落ちてるよ。これで1570点。1570点が高いのか低いのか分かんないな。ちょっと1回目1570ということで、もう1回やっていきます。これは今ここにね、いろいろひよこと卵と時間があるんですけど、まあ時間は多分ゼロっていうのは、時間が残ってなかったから多分ゼロ点なのかな。金の卵かける50、ひよこれ高いな。あ、でもこれかける10点か。卵とこの時計が大事なのかな。ちょっとその辺気にしながらもう一回やっていこうかな。ではスピードプール2回目、さっきより点数を目指してやってきます。これね、スタートしてからすぐブレーキ打たないと秒数が減ってくんで、そこ大事ですね。今スタートしてすぐ始まる、ここでブレーキしてこいいのか、構えればいいんだ。稼げるんじゃない。お、どこ、あ、卵あれだ、卵がこんなに移動するのか。そういうこと。卵がめちゃめちゃ移動するから、その時を狙うのはもう気にしてらんないです。やばい、ボールなのかひよこなのか分かんないけど、13番15番。さっきよりいくぞ、まずい、これはまずい。遅いな、これ遅いな、絶対遅いな。テンパるとこんなことになるんだ。やばい。これはひどいな。出ないし。全然出ないし。あと30秒か。ああ。
お、次のこと考えられないなこれひどい、ちょっと待って出汁が1ミリもできてない。なんでそのだの。10秒、9、8、7、6、ちょっとこれもうやる気なくなってきたな。ダメだ、全然ダメだこれ。あ、でも1470、さっきと100点しか変わんないんだ。何がさっきと違うんだ。これで全部落としてたらもっといくのか。今のはしょぼいけど、卵をこれ気にしてらんないな。卵も気にしてらんないし、ちょっとこの子がいつ出てくるのかがちょっとわかんないんで、ラストもう一回やってみようか。1600出したいですね。1600で出してリプレイ。ではスピードプール3回目いきます。コツはもう掴んだからな。あ、違う、スタートしてここでもう構えて1でつく。これかな。これはもう超ハイクリアしたい。いいんじゃない。落ち着いてるよ今のところ。早いよ、絶対早いよこれは。早いけどパニクったらこれ終わりますからね。あー、コンビ行くか。10番か5番か。これはノーミス行きたい、ノーミス行きたい。最高点数出んじゃない。いいよ、これは絶対。このアヒルは全く気にしてらんないな。めちゃめちゃ速くない？よし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 、絶対速い。あ、でこれ最後手玉落とさないとダメって最初聞いたんで、これで終わりかな。おお、2640。これめちゃめちゃ速い気がする。この2640はもう超えられないだろうな。24×50、 タイムの50秒がめちゃめちゃでかい。よかった、最後に2640、これは嬉しいな。卵とかアヒルは結局あんまり狙えてるか分かんないまま終わっちゃいましたけど、これスピードプールもう1パターンあるみたいなので、ちょっともう1パターンやってきます。スピードプールのコールドバージョンっていうのをやってきます。はい、まあ基本的には同じらしいので、同じく速さを競えばいいかなと思うんですけど、よし、このスピードプールは何が違うのか今のところ想像はつかないけど、やっていきます。スタート、3、2、1。え、お、すごい豪華な小銭がいっぱいあるんですね。小銭をこれ集めていけばいいのか、まあ、用途は変わんないと思うんで。あ、やべやべ、あ、入ったトラブル多いよこれはまずいぞ。そこを割らないといけない。なんかいっぱいメダル集めたいけどな。メダルが、あ、いっぱい出てくるのか。トラブルワンナイト。なんだこれは、なんだこれは。いやー、全然いける気がしない。あー、危ない危ないけど、あと何秒だ。え、何秒。いや、秒、あ、これ秒数か。あれ、秒数がない、秒数がないぞ。いつ終わるんだこれ。なんだなんだ、これ全部入れるまでやんのかな。秒数がないし、
終わりが見えない旅になってきた。ああ、なんだこれ。惜しい。これとりあえず入れ切らなきゃ終わんないのか。あ、終わった。秒数が分からず終わってしまった。え、785点。今4つ残って、これの詳細は宝箱を、あー、なるほど。2つ、なんか宝箱が上から2つあって、コインが1つと半コインが1つと、あ、これも金の卵が1つ。何が高いんだ。35が高いんだよな、やっぱ。点数の詳細が分かんないんですが、ちょっととりあえずもう一回やりましょうか。もう一回やって、今配置が難しかったんで、ちょっとやり直して 1000点ぐらい、1000点が高いのか分かんないけど、1000点いきたいな。アゲイン。では ABM スピードプールの違うバージョン2回目やっていきます。スタート。ここ大事、ここのタイミング大事。3、2、1でブレイク。やっぱあれタイムか、これが増えてってるから、これがタイムだな。お、配置いいよ、これ配置いいんじゃない。宝箱わかんないけど、コインはいっぱいあるな。あ、卵はまた毎回動いてるんですね、これ。宝箱あんじゃん。あ、これ当てればいいのか。やばいやばい、そうするとスカすんの。しかし罰則はないみたいですけど、戻ってくる時間が。宝箱行きたいな。そしたら入んないし。やべやべ、宝箱やめよう、もう。宝を取りに行くと弾が外れるシステムになってますね。全然やんなかった。なんでこのスピードプールっておかしくなると、おかしくなるんだろうな。宝箱がどっか行っちゃったよ、もう。どこ行ったよ宝箱。時間はまだある、時間はまだある。宝取りに行こうか。宝宝取りたい、宝取りたい。これは宝反応してないの。してない、全然宝取れない。これでなくなれば、まあさっきよりは。おお、あれ、宝箱少ないな。1682点。まあさっきの倍はいったけど、もうこれは全部落としたからかな。タイムかける8点、あ、タイムがでかいんだ。8.67 は多分相当でかいですね。で、宝箱は結局取れなくて、まあ、メダルが36とかで。なるほどなるほど、こんな感じなのか。アイテムを集める余裕はちょっと、全部落とそうとするとあんまりプロでもないかもしれないけど、ただ結果的にこれを取りに行かないと点数が伸びない仕組みになっているのかもしれないですね。これ結構面白いな。はい、ということで今回は ABM のスピードプールを体験してみました。今回1682点と1回目が2600点かなだったんですけど、この記録がいいのか悪いのかは正直わかんないので、ぜひいろんな人に体験していただいて、この記録を抜きに来ていただけるとすごく嬉しいです。多分抜くのは相当難しいと思うんですが、まあでもこれ初心者の方でも本当に全部落ちなくても何個落ちるとか、ボールの点数が出るのでそれを競うだけでも結構楽しいと思うので、ぜひチャレンジしてみてください。次回はこのエフェクトを使ったトリックショットとマス割り特集をやっていきますので、また次回もぜひ見てください。本日もご視聴ありがとうございました。